皆さんのアメリカいかだろう、カナダ戦の予想を使おうえてくだかい。多分これ日本が戦うチームですよね。誰招集できるかよりますよね。今だとね、だから今日本代表の懸念は、例えば調子、まあまあ、三笘はそんな出てないか。でも伊藤とか、久保とか、あとは旗手とか、うん、今いいで。いい選手たちを使った時に適材適所にならないとか、ポジションか、あの、こう、潰し合うみたいな感じになるのはね、ちょっと心配ですけどね。 ね、例えば、南の使いませんってなって、433継続ですって言って、で、今、4312のトップ下とか、フォワードとかやってるから、久保じゃワントップ使ってみようってなるかもしれないです。なん、なるかもしれないじゃないですか。で、代表で結果残したから、左三笘、右伊藤ってなって、もう僕が、あの、えー、この三富士につながるんですけど、こんな時にインサイドハウが、まあ、旗手田中を、 えこの辺だよね。で、まあ、森保さんだっと柴崎とか使っちゃうかもしれないけど、で、あの、森田いて遠藤渡るとか。で、僕は遠藤渡ると森田のポジションに違う方がいいと思ってて、なんでかというとこれ久保って、これ、くぼって、ゼロトップなんだけど、ウィングが入ってくとか、インサイドアウトが前に出てくっていう、入れ替わりありのゼロトップだから良くて、ただワントップで大阪王みたいなことをやらせるの違うんですよ。で、それだったら、 あのワントップにフル足使って裏にどんどん抜けさせてその手前のスペースにウイングから入ってくる久保とかインサイドハーフの久保とか使った方がいいから多分久保をゼロトップに使うんだったらちゃんと伊藤とか三苫にウインガーだけどちゃんとあのシュートの時に中入ってくるバイルン的なちゃんと最小限の幅の意識とかさせたりインサイドハーフだけどボランチじゃなくてちゃんとゴール前に飛び込むんだよっていう役割をさせると。 で、そうなると中盤スカスカになるから、そこにサイドバックがちゃんと中に入ったりとか、スリーバック化して一人だけ中盤入ったりとかして、あのー、ちゃんとボールを繋ぐ形を、あのー、中盤の選手が前線上がっててもボール繋げる形っていうのを担保してあげなきゃいけないと。この辺絶対やんないじゃん、森保さん。もうそれはでも実績とか選手の証言でも出てるから。だから今いる選手たちが、はい、じゃあ今、君たち、それぞれ活躍してるポジションで使うから、うまくいくよね。 っていうのでやって、あれやっぱ普通のフォワード使おうっていう風になる、すげえレベル低いミスが起きそうな気がして。あ、鎌田もいるもんね。そう、だから、そういうちゃんと、おしむさんのサッカーの場合さ、うまい人たち使っても、その人たちにちゃんと裏抜けとか走らせてたじゃん。サントスがさ、4-3-1のインサイドハーフっていうか、まあサイドハーフもやる役割だけど、そこから裏出てったりとかさ、ボランチがトップ下行って、トップ下がフォワードになって、フォワードがボランチまで降りてきてみたいな。縦の入れ替わりがあって、 奥行きを作ってそこに上限とするサイドバックとかいたから。で、これを練習からさ、そういう風に考えながら走るっていうのを意識させたからそういうサッカーになったと思うんだけど。そういうのを何もさせないで置いてなんかうまくいく。結果、オンザボールのところみんな頑張るけどゴール前に人がいないとか。相手が弱いんだったら押し込んで、なんかスペイン代表のね、圧倒する時のサッカーみたいなだけど、そうじゃない時に裏使えないから手前でスペースなくてプレスはまるよねみたいに。そういう風になるのがめっちゃ怖いですね。 そうだから、久保、三笘、伊藤、まあ、鎌田とか、旗とか、なんかこう、田中尾とか、ね、日本の今乗ってる選手たちを使った時に、そこをちゃんと裏抜けるっていうのを、えー、練習で仕込んだりとか、ミーティングで仕込んだりとか、会ってない時からそこを意識させるようなコミュニケーションを、あの普段から取っておかなきゃいけないですね。で、それでも、あの、例えば、 今乗ってる人だったら伊藤と三笘とか使ってやってうまくいかないってなったら、ここ裏抜ける選手で左振る端、右堂安とかにするとうまくいくんですよ。久保が下がってきて、そこのスペースに、伊藤、あの、フラッシュとかド安はサイドから入ってくから。で、普通にサイドバックこう高い位置上がればいいだけで。で、センターバック開いたところとかに、あの、遠藤航り降りるとか、遠藤航り降りないんだったら、クロースロール的な感じで、田中青とか森田が降りたりとか。 そうなると伊藤とか三笘とかこの辺の選手を使えないっていう話になってあれ素材活かせないみたいなだからこれは上あの状況によるんですよね例えばインサイドハウからもっとどん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 前に飛び出せる選手使えるんだったらウイングは結構張るのがメインの選手でもいいし。 yes